はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、2022年8月6日土曜日23時21分にね収録しています。で、今日は消防車でドライブしていきましょう。まあ前回確か鉄道模型のね話してたんですけどね、店ね、鉄道模型の店、まあホビーランドポチとかね、ポポンデッタとかの話はしたんですけどね、もう一つ有名な店がイモンモデルっていうね、あそこは結構高いんですよね。まあ高いって言ってもまあ新品持ってるしね、中古はねなんか店舗によって取り扱ってるとこと取り扱ってないところがあるんですよね。あそこはね部品とかがねいっぱい揃ってるんですよね。だからパンタグラフくださいって言ったら、まあ鉄道模型のパーツもね、パンタグラフ一つとっても何十種類ってありますからね。イモンモデルはね、僕横浜に一回行ったことあるんですよね。そこでパーツだけ買いに、パンタグラフ。よく中古品とかの鉄道模型買うとね、パンタグラフがついてないとかそういうのがあるんでね。そういう時イモンモデルっていうのが、イモンモデルさんがね、役に立つんですよね。まあ、イモンモデルさんも新品と鉄道模型買うにしても、ヨドバシカメラで買うよりはちょっと安いのかなって感じ。あんま買わないのかな。まあ、ちょっと安いですね。まあ、ヨドバシカメラで鉄道模型買う感覚ですかね。ポイントカードも確かあったと思うんでね。あと、まあ、レンタルレイアウト。自分の持ってる鉄道模型も走らせてもらうんですけど、高いんですよね。結構 しますね。1時間2000円ぐらいするんじゃないですかね。結構高い、ね。でもその代わりほら、子供とか寄ってこないから、まあ、あんまり走らせる人ってたまにいるけどね。店入ると走らせてる人いるんですけど、やっぱちょっと値段が高いから、あんまりそのレイアウトで走らせてる人っていないですよね。まあでも子供がやってこないっていう点ではね、いいかもしんないんですけどね。ポポンデッタだと1時間900円とか1000円ぐらいで走らせてもらえますけどね。まあ車両の貸し出しとかもやってるだろうし。イモンモデルは確かに2000、その倍するんですよ。まあその代わりね、本当の鉄道模型好きじゃないと来ない。値段が高いから。まあ横浜、イモンモデルの横浜はないですね。中古ね。中古の鉄道模型販売ない。新宿にあるって言ってたかね。新宿は確か中古の鉄道模型、取り扱ってるみたいなことは言ってましたけどね。通販もやってんですよね。まあ通販もなんかね、送料とかなんかね、別に送料も別に大したらそんな高いわけじゃないんだけど、ね、なんか送料取られるっていうのが気に入らない。まあヤフオクとかだったらいいんだけど別にね。それは仕方ないんだけど、なんか。まあそういう。ホビーランドポチとかって意外とレイアウトやってないんだよね。レンタルレイアウトやってない。あそこは販売だけ。新品も扱ってない。ホビーランドポチもね、通販サイトあるんですよね。通販サイトあって、なんか、今年の5月ぐらいまではなんか、鉄道模型のページに、出品店舗っていう店舗名が書いてあったらしいんですよ。でもなんか、なかなか鉄道模型、そのホビーランドポチに遠方から行く人にとっては不利だっていうことで、なんかもう出品する店舗の名前は、あえて書かないっていう、なんかニュース、お知らせがありましたね。まあどうしても店舗行っちゃうとね、
その近くに住んでる人とかだったら、すぐ、あそこで通販で売ってる鉄道模型売ってくれませんかって言ってね、まあ多分売ってたんでしょうね。なかなかね、遠方から鉄道模型、ホビーランド墓地に行けない人から取ったら、まあ不利になってしまいます。不公平になってしまいますからね。まあそういったところから、まあ、出品する店舗を伏せたという。まあ、ホビーランドポーチもあんまりね、中古で安く見せかけて、実際はなんかヤフオクとか、メルカリの方が安いとかってね。まあ、実際ね、ホビーランドポーチだったら状態見れるんでね。まあ、それが全然メリットっちゃメリット。ヤフオクとかね、メルカリってもう来てみないとわかんない。まあ、横浜なんかね、ホビーランドもあるし、ポポンデッタもあるしね。この前かな、ホビーランドポーチ横浜で、電気機関車買ってた人にいるんですよ。62型の、ニーナー号機ですよね。ニーナってやつね。もう走ってないですけどね。あれ買ったんだけど、3000円か4000円だったと思うんですよね。それ買ったんだけど、あ、パンタついてねえじゃんって、なんか言ってて。ああ、じゃあパンタは、イモンモデルとかで買おうかみたいなこと言ってたんでね。そうなんですよ。そういう時、そういう細かい部品を買おうって、手に入れたいって時は、やっぱイモンモデルが役に立つ。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。